ハローございます。おはようございます。今なんつった？あるあるです。どうもアルカです。おマジで。どうもガッティでーす。お、どうもゲップするとフルーツグラノーラの味が見せするアルカディアです。今回なんですけども、はい、天才なね、舌の持ち主になってもらいたいと思いまして、野菜ジュースをね、買ってきたんですけど、はい、ガムテープ貼ってあるじゃないですか。はい、ガムテープ貼ってあるんですよ。はい、野菜ジュースに含まれてる野菜何種類当てれるかゲームを。おー、すげえ面白そう。絶対わかんねえもん。絶対わかんねえもん。いや、もうすでにわかってますけど。わかってます。マドユリア。ギリ入ってるかも。いや、おぉ。これ出すとかって3人でやろうかと思ってたんですけど、今日クラブに行ってるんで、私は。ディ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 どっちから先行きます？あ、じゃあ俺行っていいっすか？あ、いいっすか？ちょっと絞ってみて。で、行きますね。はい。これはね、果物も入ってるんだよね。そうだね。レモン。正解。おし。オレンジ。正解。リンゴ。正解。この辺はなんか、ここで後味がするんだよ。うん。人参。正解。そこでも成り立ってる気するもん。トマト入ってる？入ってないです。入ってない。はい、これ絶対トマト成分がないんだよ、明らかに。紫キャベツとか。正解。よし、キャベツだ。タマ。正解。よし、あと10種類くらいありますね。あー、でも10種類なんだ。もっとなんか40種類くらいあるさ。ケーキとか入ってます。よし、それ果物あと何種類とかってわかりますか？もうないっすけど、3種類しか入ってないっす。あ、果物って知らねえ野菜とか入ってる。あ、知らないのあるかもな。カタカナのやつで。クレソン。おお、正解。おっしゃ、強っ。ユナイトとか。うん、入ってねえよ。野菜っぽいけど。ナス。正解。おっし、かぼちゃ。お、正解。あーし、かぼちゃの味しねえけどな。パプリカ。おお、あ、正解正解。ピーマンと書かれてるけど、パプリカですね。では、あと何種類ですか？あとね、7くらいかな。いや、もうきついぞ、マジで。玉ねぎとか入ってないじゃんって。入ってます。おっしゃ、レタス。こっから、お、正解。こっからめっちゃ難くなってくるよ、ほんとに。アユニとか入ってねえよ。入ってるわけねえだろ。俺が飲むわ、そしたら。バカ野郎。見上げたただの良さ。なんでだね。入ってなきゃいけねえんだ。なんだね、気持ち悪いな。入ってなきゃいけねえんだよ。分かった分かった。牛肉入ってなきゃいけねえんだよ。野菜ジュースなんだよな。いや、7でしょ。ゲタはキャロッツみたいな。ないっすね。シソが大葉。お、入ってました。赤じそ入ってました。おっしゃ、すいません、これで7ですか？これ数も増し合わせるか。ブロッコリースプラウトとか。ああ、ブロッコリー正解。豆苗とか。いや、入ってない。入ってない。大根入ってない？大根入ってる。おっしょ、うん、ケールとクレソンが結構もう、いや、もう、ね、強いっすよ。だよね、その2枚抜いたのは。米入ってねえだろ。なんかね、タイム的にね。そうっすね。もうちょっとタイムアップ。タイムアップということ。答えはですね、言ってなかったよ。小松菜か。うん。でも、この、なんだ、この。アスパラも言ってなかった。アスパラガス、この、プチベール。セロリ。セロリ。白菜。あ、パセリもあった。ああ。あと、ビート。じゃあ、俺何種類言えたんだ？ここっすね。16。おお。これ、すごいんじゃない？24分の16と。これ飲んだことねえんだよ、野菜一日これ一本って。なるほど、全部わかんねえ。トマト。人参。人参。いや、もうわかんねえな。全然わかんねえ。よくわかったよ、こんなん。ピーマン。入ってます。お、キャベツ。入ってます。フルーツ入ってんすか？フルーツ入ってないです。あ、入ってねえんだ。30品野菜入ってる。30品 ?30品。まあ、クッピンさんも大物っすからね。やばいっす。あと何が想像できるんだこれね、この味で。まあ、トマトが主成分になってる感じはあるもんね、その野菜生活って。ほうれん草。ほうれん草あります。レタス。レタス入ってる。玉ねぎってことですか？玉ねぎ入ってます。紫キャベツ入ってます。入ってます。え、もう極むずみたいなあん。やっぱあることはあるし、俺も飲んだことあるからあれだけど、本当に入ってんのかみたいなのも普通にあるね。マジか。ほうれん草。ほうれん草入ってます。
ブロッコリー。ブロッコリー入ってる。アセントゥーダーダイトゥダイって入ってます。あ、それはですね、濃縮はされてます。濃縮エキスか。そう。マジか。じゃあ、メビトゥーモローラスモーメンはどうですか。それはね、あのね、一応厚生労働省推進部の中には入ってます。いや、マジか。チッチのチチってこと入ってます。あ、チッチのチチはね、俺の主成分です。あ、なるほどね。もう結構むずいっすか、この段階で。なんていうのかな、それやっぱこう、日々こう、買い求めてるものみたいなのが結構薄いかなっていう。バニラみたいな。マニラは、あの、シブジャパさんのこの辺。めっちゃいいね。笑い棒の四国王で親切そうやな。ほら、今持ってたぜ。いやもう全然わかんない、マジで。どうしよう、どうしよう、どうしよう。もう野菜が出てこないんだよ。焼肉屋さんで食べる。サンチュー。サンチュー。はい、入ってないか。あれ、そのまま食うとめっちゃまずいからね。はい、そうなの？あれ、焼肉と一緒に食えるとマジでまずい。チンゲン菜とカリフラワーって下ネタだよね。クソ難しかったな。いやーやばいっすね。野菜好きな方はちょっとなんかちょっとしたゲームみたいなので入ってるもの当て合いみたいなのしてみてはどうでしょうか。この動画見ちゃったらもうあれだよね。分かっちゃうよね。そうっすね。進めてみて、うん、見て出題者側にねなってやろうぜっつって。そうっすね。1億スターですよ、あなたは。詳しかったらモテますよ、野菜に詳しかったら。本当ですよ。試してみてください。膝